健康と人生のために心に留めておきたい言葉がある。シェービンジェン、今日の一言。今日の一言、これです。問題精神。問題、この字が、ね、ちょっとこれは今日のティッシュとこの墨の方がちょっと薄っぽいなイメージあるから字がぐにゃぐにゃだけど、でもこの字が面白いよ。問題精神。この問題精神こと、例えばこの字はまっすぐ見て詰めていくと問題精神わかるけど、ちょっと見るだけで逃げろと目が見ると問題精神字も読めない。だからこと物事は解決するのために大勢の世の中皆さんね、逃避、いわゆる逃げる、逃げるの姿勢取る人が多いんですよ。問題解決する、人生全ての問題、治水化腐の問題、ね、経済の問題、宗教の問題、自分の精神論、あるいは自分のことに対して欲の問題、自分人間関係の問題、問題あったときに必ず精神と気持ちも、精神何かな、まっすぐに見る、その精神向かっていかない限り中心問題解けることできません。だからこそ精神問題ことに対しては、問題出たときに必ず立ち向かう精神、テーブル上に持って解決しようと、こういう問題あったと、解決するために何人のことを企画しなければならない、何人を企画しなければならないと、これはテーブル上に持って話しする、具体的に一歩一歩に静止して解決する、これは人間のもの解決の道。そうじゃない限りもの解決できません。ぜひ問題静止という言葉をよく理解して、毎日生活の中に問題出た時にこのいうことを忘れないで、問題静止解決していきましょう。今日の一言、学ぶべきはここにあり。